悲報、韓国代表イ・ナンインも CL 準決勝に出番なしに母国メディアは愕然。現地5月1日に開催されたチャンピオンズリーグ CL 準決勝の第1レグで、パリ・サンジェルマンがドルトムントと敵地で対戦。0-1 で敗れた。韓国代表ミッドフィルダーイ・ナンインに出番がなかったことに、母国のメディアは驚きを隠せない。衝撃だ。パリ SG のルイス・エンリケ監督は0-1の敗北にもイ・ナンインを無視した。グループステージの不振が原因なのか?と報じている。過去の対戦でイ・ナンインが不振だったせいか。この試合もエンリケ監督の構想に原因はない形だった。単にコンディションが良くなかったのかもしれない。エンリケ監督はこの試合までリーグ3試合で原因の体力を徹底管理した。しかし今回の試合では欠場した。また、怪我を除く交代カードは1枚だけしか使用しなかったと報じた。そもそも PSG は金を払っていない説これ。韓国企業がスタジアム広告とかスポンサー料とかイ・ナンインのコスト上回るくらい出してるんやろ。置いとくだけで金入ってく。試合に出なかったのは監督が必要と思わなかったからだろ。それ以外に理由なんてないだろう。一応、ホーム出し攻撃的に出ようかなって時に出てるからアウェーで出場ないのは妥当。韓国メディアは直前までのリーグ戦で出番少なかったからクルで使ってもらえるとウキウキしてただろうな。出なくてよかったろ。確実に戦犯になってたところだ。ご視聴ありがとうございます。ぜひコメント、よろしくお願いします。